こんなことある？早くない？メイヤさん。いいですかこれは。これはクロムくん。はい。スタイケしかね。やったな。やっちゃったかもしれないです。無自覚で。無自覚でちょっと。あるある。初動洗えばいいんじゃないですか。ゲンスナパイさんとしか会ってません。はい。スナパイゲンさんとしか会ってません。下でしょ多分。下。ウェポンでトータスさんは見てますね。ああ、そっからまっすぐ左行ってメドベイから出てくるマジャカリさんを見てます。はい。ただメドベイの中は確認してないんでわかんないです。アドミンが、僕、あ、誰かいた気がする。あれ、あ、僕です、僕です。あ、ケイさんか。でちょんちょんってやってその後リアクターなったんで、リアクター向かって3人いました。リアクターは、なるほど。はい、名前が出てないですか。じゃあ、はい、絹川と梅健さん、K さんはかなり白いかなと。あ、アドミンにはもちろん死体はなかったんですね。先端さんと K さんはどっちの方が早く出たんですか。僕の方が先に出ていて、先端さん多分カードリーダーぐらいの奥の方まで行ってました。それであれば僕視点は K さん、梅健さんは白い。まあ、メイヤさん殺しには関与してないって感じです。梅川さん、梅健さん、K さん、先端さんまでは白でいいですね。今回いや、僕入ってないじゃん。先端さんは分かんない。開口日ってことじゃないんだから。はい。メイヤさんがどこら辺に行ったかは分かんないですか、皆さん。ちょっと初動も見てない感じですから。右には来てないと思う。右には来てないです。右トータス、クロムさんです。あ、左は？で、マシャカリさんしか今言えないね。誰も見てない。左はメドベイにいて、で、トータスさんが見てこいてると思います。ピュッて出てきたり、うん、出てくるのを見てるだけで中は見てないんで分かんない。あ、じゃあそこにしたいということで。あ、ちょっと待ってください。マシャカリさん、これはもう、お疲れ様でした。ちょっとおかしょ。メヤカリかな。逆に最初じゃない。やってんな。メイヤさんかわいそうだな、なんか今回。確かに。一応クロムさんがカフェで切ってそのままボタンってパターンもなくはない。あ、それです、それです、絶対それ。あんまり、まあ、あのタイミングでもう通るかなって。かなり遅めにリアクター向かったんで。スナパイさん、エレクトリカル、はい、入った。中入った。リアクターいなかったけど、ああ。そこは？ケンさんと中で会ってる。あ、はい。粘れたのもリアクター序盤に打ってたから。まあ逆に言うとキルペースが遅かったのもリアクターのせいなんだよな。メッドベイ入るべきだな、こういう時。
今朝ミュートだよ。ごめんなさい、ストレージの下、ゴミ捨てのあたりです。割と直近じゃないですか、死んだ。で、コミュニケーションで僕、妨害が起こった時に行って、先に梅健さんがいてて、梅健さんタスクやってて、僕は妨害直してて、で、終わったら梅健さんいなくなってた、ストレージ行ったら死体があったって感じなんで、あんまり時間が経ってない。うん、その前、コムズが鳴る前は、多分2人ともナビゲーションによって、ナビゲーションから順番に梅健さん、計算で先端がアドミン入るのを見てるかな。あ、ゲーです。マシャカリさん、今回絶対無理って言ってます。カメラで見てました。十字路で行ったから、距離的に無理ですね。はい、鬼怒川を証言すると、スナパイさんもできないです。お、強い。はい、ナビゲーションあたりにいたんで、絶対できなくて。K さん、僕がコミュニケーションからシールドに抜けたのは見てますかね。コミュニケーションからシールドに抜けたの、多分コミュニケーション直してくれてたのが、K さんと梅健さんやったと思うんですよ。はい、で、まあ、僕もそこに混じって一緒に直して、その後、生きてる梅健さんが多分左に行って、僕は右に行ってるんですよ。僕ね、結構すみません、手間取っちゃったんですよ、あれ。あ、なるほど。梅健さんが右にナビゲーション前で僕を追ってるから、絹川さんが反抗してきたわけではないのは分かる。で、トータス気になるんですけど、あ、はい、いいですか、トータスさん、エレクトリカルにクロモさん入ってきたんですけど、最終地エレクトリカル出るってあたりなんですけど、クロモさんどっちから来ました？僕は、K さんと犬川さんがコミュニケーションで直してるのを見て、そこで、梅健さんがなんだっけ、Wi-Fi みたいなやつをやってるのを見て、左上で見て、はい、俺は、あ、やんなくていいなと思って速攻で左行って、そこからのエレクトリカル。時間時間あってますか、トータスさん。多分クロモさんか K さんがだいぶ黒い。なんで一番不満なのはクロムさんと僕がもうペアで動くことなんですけど、さっきそれでつまんなくしちゃった感もあるからどうしようかな。いや、つまんないとかはあんまり出さないでほしいかもな。うん、あ、了解です。どうします、ゲーさん。どうします。ペアでいきましょう。ペアでいきましょう。ゲーさん一緒にいる？どっちでもいいです。いやー、キルできたかな。エレクトリカル思い切って、だからアドミン警戒しなくていいな、この村。ついてるのって見えんだっけ。ボタン押されそうだったかな、分かんないかと。はい、はい、誰だ。カフェテリアでトータスさん見つけました。ベッドベイ途中すれ違う、あれ誰だっけ、トータスさんと一緒に行ってすれ違った人いませんでしたっけ。ベッドベイ、はい、僕、アサスさん、パイさんか、あと僕も。セキュリティさっき入ってた人って言います。何ですか。セキュリティからアッパーエンジン抜けてった人っています。ちょっと前なんですけど。なんかセキュリティとメッドベイにいちいちついてて、でセキュリティがいなくなって、その後メッドベイ、エレクトリカル、セキュリティって弁当移動してる動きがあったんですけど、メッドベイが2になった瞬間ってありましたか。は僕が見てる限りではなかったです。なんでセキュリティに、はい、あ、ごめんなさい。であればメッドベイから出てきてカフェテリアに入って死体発見なので、メッドベイ1はスナッパイで弁当は使われていないってことになります。クロムさんとケイさんは今回絶対無理です。一緒にいたのでクロムさんはこの殺人には関わってないです。関わってない。うわ、やべえ。ごめんなさい、マシャカリさんが先端見たって言ってるのはどこの話。あれです、メドベイから出てきた時に僕とスナッパイさんとトータスさんでなんか行ったと思うんですけど、マシャカリさんはマシャカリさん見てないの。見てない。僕も見てないんだよね。あれ、ちょっと、最初いた？
いなかったよ。あれ、もう2人しかすれ違ってないけどな。あのメトベイ の扉の前で俺とトータスさんとセンタンがすあの寄り添いながら扉開くの待ったんだよ。俺もいたいました、いました。で俺とトータスさんが入ろうとしたけどトータスさんは戻ったのに。ちょっと待てよ。だからメトベイがずっとアドミ1だったらメトベイにいるのはずっと俺だけだし、透明化は使ってないぞ。ちょっと待て、いや姿は見えてるはず。部屋解消して、ごめんね、トータスさんがメドベーカー出たとき、センターマシャカリはトータスさん見てないの？見たから、スナーパイさん、その後は分かんないよ。その後僕は中には入ってきてないよ、トータスさんは。アドミン情報からも。あれ、誰か、じゃあ僕押しますね、これ。ちなみにマシャカリさんは1回目の殺人で、ちょっと、おじさん。まあ、見たけど。見たけど、スナーパイさん見てなさそうだったから。あ、これはもう、これはもうめちゃくちゃ白いでしょ。だってドサキルできたのに、イタチのペできたのに殺さずに押すっていうこの献身的なクルーメイト。もう殺すよ、そんなこと言ってるんだから。マサカリさんにめっちゃボタン押しててアピールしたもんだって俺。いや、俺見てない。なんで電気消えてんの見えてんの俺のそう。違う、電気消えた後、電気消したと。ああ、消した後消した。ごめん。あの、その話、本当にどうでもいい。ごめんなさい。あ、ちなみに、スナパイさんとトータスさんとセンターさん、僕は見てます。一緒にいました。そこに。僕見てないから、スナパイさんも見てないし。ちょっと待って、マジ僕最終位置 O2 です、ちなみに。ごめん、違くて、電気が消える直前まではトータスさんの姿って2人とも見てるよね。見た。うん、で、その後ど、あの3人がどう動いたんですか？マシャカリはカフェテリア行って、O2 です。僕、カフェから、スタートって、エレクトリカル店になったから向かって途中って感じ。トータスさんは？え、僕は見てないっす。わかんない。あれ、どういう順番でたっけ？僕が出て、その後、スナッパイトータスが入ったんだけど、トータスさんすぐ引き返した。あ、それはそれも知らないや。すれ違ったことしか知らない。これはあのアドミン情報を木野川さんが出してくれてて、メドベーカーになってないから、スナッパイはトータスさんは絶対殺せてないんですよ。メドベーにいたのがスナッパイだから。うん、スナッパイさんの白はすごい納得いく。つまりその後トータスさんは外に出てカフェテリアの方に向かい、場所は、死体発見ですよね。死体発見。どこですか、場所。停電中だから正確な位置は分かりませんが、メドベイからセキュリティじゃない、なんだ、カフェテリアに入って、ボタンまでたどり着かない真ん中ら辺で光ったから、うん、エレクトリカルに向かった方面で死んでた場合は、センタンが殺してるし、そうじゃない場合は、マシャカリさんが殺してるって感じ。ゲームは初日のメイヤさんキル含め、マシャカリさんをすごく疑っています。一緒にこのボタン怪しいしな。いや、なんですね。隠しろでしょ。隠しろ。やば。つらないのか。じゃあ押すか、じゃあ。あ、ロラってこと？じゃあやめとこう。周りは後に見るからな。使わない。誰かいた。なるほど。今日死体見つけんな俺ですね。はい、アドミン、アドミン、
わあこれね、まあけどあこれセルフではないはずです、うん、セルフではないです。エレクトリカルで合ってるんで、はい、僕もそれは証言します。スナパイさんのセルフでは絶対ないです。ね、まずエレクトリあのコムズもエレクトリカルも直したの俺なんだが、エレクトリカル直し終わった時に絹川さんはすでに、エレクトリカルたどり着いてた、はい、で、クロムさん来た、K さん来た、に来てでストレージのところにセンターいた、はい、マシャカリさんだけ場所不明です。ナビゲーションナビゲーションやったよこれ作為的なキルすぎる。ちょっと待って、巧妙すぎる。すみません、情報共有したいです。はい、停電が起こった時にクロムさんとストレージに到達してたんですよ。はい、でその時にクロムさんが上に行って見失ってたんですね。あの僕は止まったその場に、僕も止まった後に、戻った時になくって多分上側回っていったのかなと思っていて結構ちょっと怖かった。いや、ストレージにいる、ストレージにいて K さんが止まったけど K さんがどっか行っちゃうから俺はそのまま止まってた。1個目のキルで1個目やったっけ、なんか誰だ、誰か死んだ時にメイヤさんの殺害の時にクロムさんか僕だよねっていう。そうですね、そこ割と2択やったんでどっちかついがいいかなと思うんですけど、けどエレクトリカに入ってきた順は K クロムの順やったんで、まあ、クロムさんが後ろ。今日釣らなきゃいけない日です、どうしますか。はい、しかも僕ちょっと待ったんですよ、ストレージでちょっと待ったのにクロムさんがさらにそれでエレクトリカに相当行く気がなくて、スナパイさんがスナパイさんが仕切ったらもうやばい。マシャガリさん釣りたい。センターはクロムさんと K さんの動き見てます。いや、今でしょ。今ごめん、ストレージの給油しててちょっともう周り見えてない。チラッて画面端見えたかもしれないけど、俺先端マシャカリのどっちかに一郎って絹が、あ、じゃあ K クロムのどっちかに一郎だと思ってるからもう2択の2択なんだ。もう分かんない。僕は先端かマシャカリの2択でお願いします。ちょっと待って、クロム入れちゃった。あ、ちょっとこっちどっち。あ、クロムさんに入れた。ああ終わった。おお、ごめんなさい。うん、ここ間違えるなよ。昨日見たこれ。これはやったよ。やってるな。ごめんなさい。リベンジされた。これはリベンジを返しました。やぶねえ、5人はダメだよ。リアクターあぶねえ。うまい、やったよ。いや、リベンジされたな。マジで5人停電ね。クロムさん、あ、オッケーオッケー。あぶねえ。マジか、停電来ると思ってエレクトリカルに直行したらリアクターなったか。あ、でも、あ、結果的にはそっか、Kさんなんか停電行ってるんだったら。そうですね。あー、じゃあ人見えちゃって。あー、じゃあナイスです。もうちょっとで仕事終わったのに。ごめんなさい。ちなみに、わかんないんですけど、5人でリアクターでなんでダメなんですかね。5人リアクターだとボタンと直しで、間に合うんで、切る関係なく直した直後ボタンで。上担当させたらダメなんですかね。上下担当とかで多分だから無視、インポスターの人も全部無視で、そうっすね。それが間に合っちゃう。停電のあれってラグもあるんだ。私結構確実性はないのかなって思うこともあるんですけど、ね、でも一番可能性が高いですね。あ、リアクターはゼロになる可能性があるんですよね。その、まあ、そうです、勝率がそう。うん、危ねえマジで。いやでもなかったね。ナイスナイス。なのに、もう見事カフェテリアに行きません僕は。今日メイさんが来たのを見て、あ、ここメイヤさん行っちゃいますかとってメイヤさんを見せて、メイヤさんカフェテリアでお茶しかまだ飲んでない。メイヤさんしかもまたその前を押すのがごめんなさい。次回ケイさんが投票できるって素晴らしいとか言って完全に俺に向けて煽ってきたなと思って、ちょっと思って投票できるのマジ嬉しいなと思ってゲンさんごめんやで、疑いちゃって。あ、いえいえ。弁当移動してた人って います？いない。僕ですよ。ああ、やっぱり移動してたのか。メッドベイからシュン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 って言ってた。スナパイさんがメッドベイにいたっていうから見なんか見間違えた。その後ですね、時系列をちょっとずらしましたね。そういうことか。そう、僕がシュンシュンシュンって動いて、で弁当から出てき
った時になんかトータスさんが多分僕の弁当方向から来た僕に不自然に思ったかわかんないですけど、ボタン押してたから殺そうと思って殺して、おや先端と思ってボタンに手がかかったその時後ろからぶん殴られました。そう、はい。マジでマシャカリさん見えなかったんだよな。シャカリさんは僕見えてました。ちなみにめちゃくちゃ、なんで嘘つくんですか。いやだ、インポスターだから。まさかそこ。いやめっちゃ心痛んだのが、その先端マシャカリ VS 黒川クロム K っていうところでツナパイさん迷ってたと思うんですけど、僕目線やっぱりクロムさんがほぼ角黒っぽくなるから、うどうしてもクロムさんに行きたいけどもツナパイさんからすると両方迷ってるしっていうところ。いや確かに、そう、確かに。だから申し訳ないと思いながら、もうツナパイさんを信頼して多分僕とマシャカリさんの2択にしてくれた上でマシャカリさんに入れてくれると思ったから、センターさんが作ったんですよね。そう、だからツナパイさんにプレッシャーを与えて胃を攻めました。ツナパイさんのもう今日むずいわ。いずっとツナパイさんが異通な感じするわ。あのさ、もうちょっと、もうちょっとね、もうちょっとなんかパスくれや。いや申し訳ない、申し訳ない。次こそ、次こそ。もうなんか、もうやめてくれ。はい、次は次こそね、次こそ。マシャカリさんもケイさんもはしゃぎすぎなんやって。あのね、超顔が足りてないんやって。クロムさん、マジで、はい、ナイスだったな。よく、最初の、キル全然できなかったから、キルしてもらったし、最後、リアクターの判断、ナイスだったな。よかったわ、クロム君。クロム君、すごいキルしてたよね、序盤。めっちゃキャリーされてた。アドミンってクロムさんなんですか？アドミンでの殺人、クロムさんだったんですか？いや、全然関係ないですよ。あ、センタンさんなんだ。そう、全然関係なくて、なんか、まあでも上行ったかもしれないですね、俺。だからセンターさんが見えてたんで、あ、上行っちゃったかも、ちょっと。あの、センターさんだって上行っちゃったかも。あれのおかげで、なんか容疑が散らばったから、誰かが決めなきゃいけなくなったって展開作れたから、あれでも、なんか、地味にありがたかったですね。いえいえ、インポスターで嬉しいな、センターさん、黒岡黒で考えたら。これ、あれだわ、ちょっと皆さんに共有しよう。今日は、怪しいとこはローラーしよう。保留して生き残った人に業を背負わすのはやめよう。いい？スキップも入れるってもう死だからね。スキップ入れることは死だから。その通りだな。押したタイミングで誰か死ねたらその押した人を釣ろう。もうね、怪しいところが2人に絞られた場合は釣るべきなんだって。今日のケースで言うとストレージの場合はもうケイさんがクロムさんしかいないってなったらもう釣ろう。はい。はい。はい。今日はそれでいこう。頑張ろうぜ。俺たち。どうだ。今日インポスター強いよな。これは強いな。今日強い。三連続。うまいよ。三連続。あ、そっか。三連続。連弾三連続。うまい。殺されて大きな声でお前かーいって言ってしまった。やばい、インポスターじゃないのめっちゃ疲れた。すげえな、今日。インポスターじゃないのね、疲れたって。一番エネルギー使ってる。お前一人ではしゃいでるだけだけど、よく見たら。よし。頑張ろうぜ。はい。頑張りましょう。よっしゃ。着替えます。着替えます。ロラが一番怖かった。常にマシャカリさんとのロラとか、ましたロムさん、ケイさんのロラが一番怖かったから。そろそろ脱ぐか。あ、びっくりした、僕も。もう見せてこねえんだと思っちゃったな、あれ。俺、今日一日スキップにほぼ入れてないぞ。不気味に1とか入ってたら、あれ、スナパイさん全部俺。釣る意識が高いので。なるほどね。いやー、すげえなー。強いな、インポスター。釣ろう！行きますか。釣ろう！わかりました。行こう！